はい、どうも、レイマルです。レイマルの推しですね、ふーちゃんが、24歳の誕生日を迎えました。おめでとうございます。こちらですね、ちょっと画像出してると思うんですけど、配信で、斉藤風花様の生誕祭配信をやらせていただきました。ちょっとね、シャンパン一本開けちゃったりだとか、ケーキ食べちゃったりだとかして、ガチャも引いたんですけど、まさかのね、誕生日ふーちゃんが3枚出て、かつ、交換が1枚。出て、計4枚 ?30 連で計4枚引いちゃったということで、やっぱ配信終わってから、やっぱり物足りないなってなってたんですけど、ちょっととある方からね、ちょっと連絡いただきまして、せっかく、今、ニブちゃんも誕生日、2月15日、ニブちゃんも誕生日なんですけど、あれ、それなら、と思って、じゃん、鈴です。はい、こんにちは。仲良しのね、鈴氏、ジュニア配信者の鈴さんがね、概要欄にリンク貼ってるんですけど、鈴さんをね、お呼びして、僕の、もう最推しというか、もう神推しというか、もう推しのね、ふーちゃんと、ひなたをね、主に推している、ひな、もう鈴さんっていう方がいるんですけど、ニブちゃんをね、ガチャ引くってなって、どうせなら一緒に動画撮ろうってなって、一緒に動画、撮っております。さっき配信してて、誕生日引いたよって言って、まさかの30連で3枚ふーちゃん、誕生日ふーちゃん出て、4枚、計で僕に来たふーちゃんのくらいで4枚誕生日ふーちゃん来て、なんか、そうそう、引き足りひんなって思って。今ね、何時今、2月15日火曜日の、ちょうど1時23分本当に、ど深夜。ど深夜。マジのど深夜の社会人2人が、深夜からね、ちょっとニーブちゃんとふーちゃんのね、誕生日ガチャを引くという、今回ね、動画となっております。よろしくお願いします。お願いします。ってことで、レイマルのね、画面に来ました。誕生日限定バースデーコレクション、ハッピーバースデーコレクション。マジ可愛くて、本当にさっきこれね、僕3枚引いたんですよ、配信で。3枚引いて1枚プレゼントで4枚なんで、正直、誕生日フォトはもう、ふーちゃん、その衣装はもういらないと。出ない衣装ですね。紹介していきたいなと思います。まずこちら、ノーバディ、斉藤風花、絆プラス5上がるですね。初期、ほぼ初期の、ふーちゃん様。そう、絆5上がるのってやっぱ楽曲衣装でも、やっぱ初期の方しかないので、そして、世界のふーちゃん持ってないので、世界のふーちゃん。やっぱりファーストシングル。ふーちゃんをね、選抜入りしてないんですけど、ノーバディーズフォルトの、この衣装のふーちゃん、座りの衣装がね、座りの、そう、フォトがね、印象なんですけど、3枚楽曲衣装持ってないので、行きましょう。行っちゃいましょう。行きましょう。R が1点ですね。SR が2点、SSR が3点でございます。いえ。ね、もう誕生日フォトはもういらないんで、さっきもう配信でね、本当に、引いたんで。すごいフラグだけど、それ。すごいフラグだけど、それ。すごいフラグだけど、それ。いや、もう、ドレス衣装はね、誕生日ドレス衣装はもういらないんで。あ、来ました！サドフーカー、オッケー。え、1枚。待って。これはだってもう確定でポイント手に入るからね。確定です。確かに。ポイントも1点確定よな。そう。こっからよな。そう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 。これ本当に、勝った方、ってか負けた方は本当に奢らないといけないんで。本当に、本当におごりなんで。うおーまあ。2点ふーちゃんよ。二点風ちゃん。二点風ちゃんでかいよ。いや、まだあるかもしれんからね、これは。そうね。まだまだ。ほいやから。ほい。ああ、ほい。おー、はい。もしかして終わりっすか風ちゃんと。あれ、やばい。まあ。確定で二点もらえたのは。そう、風ちゃんじゃないパターンもあるから。そうそう。意外とここで二ポイント稼げたのでかい感じある。でかいよね。やっぱ驚愕風ちゃん。いや、隣の C ちゃんもいいんすよ、これも。本当に。いや、いいよ。卒面とかがやっぱフォトに映ってるの大きいよな。佐藤しおりさん、C ちゃん、写真集発売おめでとうございます。ここでも宣伝しておきます、本当に。僕も買いますので、よろしくお願いします。頼みます。めっちゃ念押しする。あ、でも来たんじゃないこれは。90% ロード入ったけど、今の。90% ロード入りましたよ。ふーちゃんお、待って、スタンプ待って、来た待って、スタンプ待って、来た、これ。やばいな。こっからよ、こっから。こっからよ。誕生日。でも、スタンプで誕生日はちょっと、いいよ、そんな。そんな演出いらない。来たかもしらん、これ。ノーマディか、ノバホか、世界。ミショジありえるよね。ミショジありえるよね。ありえる。緊張。あ、ユミネ選抜入り、おめでとう。来い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 
あって5枚目あって、もう、一応スクショ撮っとくね。一応記録としてね。5枚目のふみちゃんの誕生日。わかるよって。いや、まだわからんよ。でも3分だよね。3分だよ。あ、まあまあまあ。いいよ。俺も、だってスーさんにお酒をいっぱいおごってもらうっていう体でこのガチャ動画撮ってるから。いや、でも誕生日フォトは2回。誕生日、いや、5枚、人いるから。いや、5枚目ないよ。でも、レイマル5ポイント今、スーさん。いけてます 5ポイントでかいよ。普通に SSR 引くのずるすぎ。そうそうそう。もういっちゃいますね。いってください。あ、ほら。いやー、マジで。来るよ、これ。そい。あ、待って。あ、え？待って。あれ？偽ローリング？あれ？偽っすか？あれ？あ、でも、ふーちゃん。お、すげえ、レア引いてる。レア引いた。1点。ここで挟ましでかいな。いや、でも。レア引いてるのはでかいよ。でかいよ。最後の1点は、なかなか。ダメ押し説ある。ダメ押しありますね。なので、計、SR フーちゃんが1枚。まあ、誕生日フォトの SSR フォトのフーちゃんが1枚。最後のね、R のフーちゃんが1枚。計6点ですね、6ポイント。すげえ。ちゃんと3つのレアリティ1個ずつ引いてる。確かにいろんなふーちゃんが見れて、なんか僕は嬉しいかなって思ってます。まあ、レイマルのガチャはこんなもんでございます。以上です。そうね、240キーを集めたということね、推しの。そう。オッケー。はい、涼しい画面です。ハッピーバースデーコレクションあかり2部ということで、ニブちゃんの誕生日ガチャになります。このなんか髪の毛のくくり方めっちゃ良くない？かわいい、これ完全にオタク。いや、そう、もうね、大人となんかこの天真爛漫な感じで両立してるところがいいよね、うんうんうん、いや、ゆるいポニーテいいよね。まあ、楽曲衣装でね、このジョイフルラブ持ってなかったりとか、まあ、あとは狐以降ですね、楽曲衣装すべて持ってないのかな、ここは。全部持ってないから、そう、もうニブちゃんはほぼ半分ぐらい未所持ですね。持ってんの多分3、4シリーズぐらいか。だから結構未所持出てほしいっていうところと、こうドレミね、最高期待値持ってるんで、性能的に欲しいディスコグラフィー追加あるんで、これはね、マジ欲しいので、まあ、誕生日、かつ、ドレミ弾けたら最高ということで。いや、まずよ、変身隠すようになってから変身見てガチャ引くのが久しぶりだから、変に緊張してる。その一番上でニブちゃん出るのか問題もあるし、そう、出るでしょ、めっちゃ緊張してる。誕生日なんでね。そう、でも誕生日今年は全部10連で抜いてるからいける気がしてる。あ、マジで。よっしゃ、10連目いきます。せい、カモン。こういうことよ。こういうことよ。大型スタジオだから。マジ、それすごくない？こういうことよ。こういうことよ。え、いきなり大型？任せなさい。え、強。誕生日。青い白馬ドレミ。青い白馬ドレミが欲しい。え、すごくない？オッケー。え、これマジ期待できんじゃね？え、来い！うわっす。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデー。誕生日おめでとう。誕生日おめでとう。おめでとう。最高じゃん、これ。やばすぎ。副写失礼。マジで可愛いわ、これ。いや、めちゃめちゃ可愛いわ。いや、今年の涼しは一味違うぞっていうとこ見せる。ほら、え、ドレミ。いやー、可愛いやん。ほら、狙っちゃったやん。いや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 、これだったらスコボガチャ引いてんのよ。確かに。これスコボガチャでも出んのよ。出るな。ほんまやん。くっそー。くっそー、マジか。うん。いや、すごいな、でも、ニブちゃん2枚引き。任せなさいだから。うん。おい。びっくりした。おー、びっくりした。いやー。え、てか、そんな金出てたっけ？ほんまに、うん、今はなんかハッピーオーラが10枚目だと思ったわ。そんな出る？え？はい。え？10連目で6ポイント。10連目で6ポイント。え？いやー、素晴らしいですね。強すぎ。いや、こっからどれだけね、この伸ばせるか、ポイントを。確かにね。伸ばせるかってとこですね。20連目。
いやマジこっから新規出なかったら無の時間になるのはあるんだけど、実質皆さんリスナーの皆さんこれ撤退ですからね、もう誕生日出てるんじゃない。そう、これ勝利だから、こっからはマジでオーバーキルしに行くか。だからオーバーキル、せい、来い、はっ、よし、強、よし、いいな、しかも小魚まで来てる、小魚すり抜けで SSR 来い、なんなら曇った、え、待って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 、強すぎなんですけど、頼む、ドレミ来い、ドレミ、ドレミ来い、強くない、ドレミ来い、ドレミ、おお、二所持、コンスキニムちゃん、でかすぎる。え、でかマジで、でかすぎる。一番好きな楽曲衣装着たって、これ、うん、マジでかわいい。二所持ニムちゃん、いいなー。いやー。勝ってるわ。勝ってるね、これ。勝ちすぎ、勝ちすぎやりなんだけど。すごいわ。やばすぎ。ちょっと待って、20連で3枚は勝ちすぎてるって。いや、こっから、あれだな、小魚の SR が来るまではまだわかんないって感じだ。こっから、かわいい。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 90%ロードないね。でもロードなんかちょっと遅いね。うん、まあでも 90% なくても未所持引いてるからあんま信用してなくていいのかなって感じだよね。来い、来いっていうのもあれやけど、はっ、ニブちゃん、いやいいよ、3連でニブちゃん引いてるよ。え、それすごくない？え、めちゃめちゃすごいわ、すごいわ、めっちゃし、え、なんなん、ちょ、おかしい、おかしい、おかしい、強すぎ、ちょっとちょっとちょっと、強すぎ、誰見こい、誰見こい、ちょはっ、うわぁ、青春、マジですげえやん、すげえやん、青春のうまいいなぁ、マジか、いいなぁ、やばすぎ、いいなぁ、いいなぁ、そのことに、そのことになって、えいやぁ、気持ちいいなぁ、感じがえ、無理って、そのままなんだ、いろいろポイント、ワンアップで大事ポイントなんですけど、でかすぎる1ポイント、わかんない、僕全然考えてなかったけど、10連20連目出てたのかな、レアのニブちゃん。全然見てなかった。いや、全然ないかな、今初めて。うん。レアニブちゃんいいの。かわいい。お、びっくりした。ニブちゃんかと思った。さあ、最後の金馬。山本に。最後の金、マナノかな、これ。マナノが2枚だったから、マナモスです。はっ。マナモスっすよねー。いや、出番強い。いや、強っ。これに誕生日ことだもんな。え、だって、この。え、待って、ラテガーで戻って、このニブちゃんの。4枚目、4枚目、3回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 目のことが、最初のものが、これ、この、この、ちょっと、済ましてるというか、うん、ちょっとクールめのニブちゃんの表情が、好き。普通に告白してるよ。好きですね。ギャップギャップもいいみたいな。うん、普段、ニブちゃんのこういう表情が、うん、なんか、たまにあるから、あるあるある、ガチのニブちゃんの表情、うん。そういう時が、いいよね、やっぱ、ニブちゃんのね、こう、若くて、子供っぽく見られがちだけど、年相応の表情が出た瞬間よね。マジかわいい。このモニター向かれた瞬間とか、うん、そういうパフォーマンスの表現した瞬間のニブちゃんってなんか入ってるなって思う、なんかごめんね、いや、いいんだよ、いいんだよ、いいんだよ、いや、こういうニブちゃんなんだから、こういうニブちゃんなのよ、いつもは、そしてそのこういうニブちゃんなのよ、そのこういうね、ニブちゃんになるとこ、そう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 、なるほどね、綺麗ね。はい、ということで、お互いのね、ガチャを引き終わりました。多分ね、結果はね、もう見えたと思うんですけど、A 丸の方がですね、ふーちゃんの SSR が1枚、SR が1枚、R が1枚の計6ポイントで、ございます。そして、ね、まあ、鈴氏の方がですね、なんともうね、もう、ムカつくよね、みんなね。ムカつくけど、SSR が何枚 ?4? え ?4?4?4 枚出て ?R が 1?1? 出て計 13?13。ポイント、ダブルスコア、もしかして。いや、もう、誰。圧倒的大差をつけられて、負けました。いや、強いて。勝ちました。未所持出すぎやて。
いやいや、マジ持ってるね。いや、強いな。そうね、お互い東京ドームで会いたいよね。そうね、会いたいね。あれもね、僕が、今度ね、プーさんと会った時に、まあ、もしご飯行く機会があれば、まあ、お酒を、こう、おごらないといけないというか、まあ、おごってあげるというか、その、そういうね、まあ、動画もね、また後ほどね、出るかもしれないんで、あの、リズの皆様ね、よろしければね、プーさんの方、あの、家に配信してるので、あの、私のビルでもね、たまに配信してるので、ぜひね、あの、レアにリンク貼ってるので、あの、チャンネル登録の方と、お互いね、あの、ちょっとチャンネル登録して、一応変なので、お互いね、設定とかもして、頑張りたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。久しぶりかな、レイマルのチャンネルでがっつりユニアの ねガチャ動画撮るのは久しぶりなので、リスナーの皆さん楽しんでいただけたら幸いでございますということで最後まで、ご視聴ありがとうございました。スーさんの方でも同じね内容上がっていると思いますので、編集の違いとか、チャンネル違いとか楽しんでいただけたらなと思います。ということで本日の動画以上です。次回の動画でお会いしましょう。ではバイバーイ。